皆さんこんにちは。アタックセールスアソシエイツの横山です。本日は横山が他の人よりも優れていると思っていることです。ちょっと大それたタイトルなんですけども、この話をしていきたいと思います。今はですね、朝6時に家を出て神社に来ているところです。神社参拝してこの収録をしようと考えています。騒音が結構ね入ってくるかもしれませんけれども、ぜひ最後までお付き合いください。最初にアナウンスがあります。昨日ヤフーニュース有料記事横山塾で睡眠 KPI マネジメントという記事をアップしました。 KPI マネジメントというのはキーゴールインジケーターとキーサクセスファクターと、そしてキーパフォーマンスインジケーター KGI、KSF、KPI、この3つを設定して、そしてマネジメントサイクルを回すという、まあマネジメントサイクルを回すためにはこの KPI マネジメントが基本の話なので、まあ、この KPI マネジメントをしっかり覚えることによって経営でも営業でも、そして睡眠でも目標を達成することができるということですよね。で、私昨年に比べてだいたい1時間以上睡眠時間を伸ばすことができています。昨年まではだいたい5時間から5時間半ぐらいの睡眠時間だったんですけど、今は6時間半から7時間ぐらいはほぼ毎日眠れてるんですね。ただし睡眠の質はそれほど高くなってる気がしませんので、今回非常に素晴らしい本と出会うことができました。そしてその中から何を KSF、 つまり重要成功要因、キーサクセスファクターにするとさらに睡眠の質が高くなるのかよく分かりましたので、それを今回の記事で皆さんとシェアしたいと思ってその話をしています。ぜひご興味がある方ご確認ください。それでは本日のテーマ、横山が他の人よりも優れていると思っていることです。優れているかどうかはわからないんですけど、でも間違いなくこのことに関しては一般的な人よりもまあできてるんじゃないかなというふうに思っています。それは何かということなんですけど、まず私のセミナーとかによく最近来られている方はご存知だと思います。 YouTube で言うと絶対達成パワーランチとか、金曜日の夜にやっている絶対達成パワーフライデーでもたまにこの表現をしているんではないでしょうか。何かうまくいかないことがあっても必ず自問自答してくださいと。それは覚えていないだけ、慣れていないだけ、この2つです。例えば本を読もうと思って本を買ったんですけど、なかなか読めないです、どうしたらいいですかという質問があっても、本の呼び方って覚えた、そして覚えてもなかなか慣れないってことありますよね。ですから覚えてないでしょと、慣れてないでしょと、まず覚えて慣れてからにしましょうみたいな話ですね。例えばお客さんのところに行ってうまくヒアリングができません、どうすればいいですかという質問もそうですけれども、ヒアリングのやり方って別に素晴らしいものすごいテクニックがあるわけじゃなくて、どんな書籍でもどんなセミナーでも大体同じこと言ってるわけですね。ですのでそのヒアリングのやり方って覚えましたか。覚えてないんだったらまず覚える、そして覚えたんだけどなかなかうまくいかないのは慣れていないだけだから、慣れましょうということですね。だから私ね、他の人よりも何か新しいことをやろうとしてもすぐに身につくことがあるわけですね。それはなんでだろうと思ったんですけど、それはやっぱりまず覚えるっていうことが早いんじゃないかなと思ったんですね。じゃあどういう覚え方があるのか、覚え方にテクニックがあるかっていうと、はっきり言ってありません。気合で覚えてるっていう感じです。じゃあどういうふうに気合で覚えるかという話をしたいと思います。例えばですね、つい最近余罪管理大学 YouTube の動画で経営分析の動画をアップしたんですね。4種類あります。この4種類の動画の中で企業のライフサイクルを確認して、その上で導入期にはどんな経営指標が重要なのか、成長期には、成熟期には、衰退期にはどんな経営指標が重要なのか、 KPI マネジメントでいうとどれを KGI、キーゴールインジケーターにすべきかという話をしています。とても重要な動画になっていますので、ぜひご確認いただきたいんですけど、ある方からコメントをいただきまして、そもそも企業のライフサイクルってどういうふうに見分けるんですか、素晴らしいコメントが入っていて、で私はパッと答えられなかったんですね。そういえばそうだなと、なんとなく自分の感覚でもうこの会社って創業して30年も経つから
成熟期じゃないのとか、もしくは最近業績が下降し始めているので衰退期に入りつつあるんじゃないか、このような感覚で捉えてしまうってことあると思うんですよね。しかし調べてみると、企業のライフサイクルってキャッシュフローの状態で見分けることができると書いてありました。ああ確かにそうだったと思い出したわけですね。営業活動によるキャッシュフロー、投資活動によるキャッシュフロー、財務活動によるキャッシュフロー、営業活動がマイナスで、投資活動がマイナスで、そして財務活動がプラスだったら、その場合は成長期なのか、導入期なのか、成熟期なのか、衰退期なのか。確かにこの3つがプラスプラスマイナスだったり、マイナスプラスマイナスだったり、これによって見分けることができる、そうだったと思って、でこれを覚えようと思ったんですけども、これがややこしいわけですね。そもそもこの3つのキャッシュフローの特性を覚えてないといけませんし、どの組み合わせであると導入期になるのか、成長期になるのか、そして成熟期になるのか、衰退期になるのか覚えないといけないです。で、私はどういうふうにするかっていうと、お風呂に入ってる時とか、トイレに入ってる時とか、歩いてる時とか、そういう時に思い出します。導入期って営業活動のキャッシュフローってプラスだったっけ、マイナスだっけ、投資活動のキャッシュフローは、財務活動のキャッシュフローはプラスなのかマイナスなのかと、皆さんだったらどうしますか。忘れてしまったという時、スマホを持ってるんだったら検索するとすぐに出てきます。しかし私はそれをしません。まず考えます。営業活動によるキャッシュフローの特性って何だっけ、投資活動によるキャッシュフローの特性って何だっけ、財務活動によるキャッシュフローの特性って何だっけ、これを思い返すんですね。そして仮説を立てます。マイナスマイナスプラスなんじゃないか、いやプラスマイナスプラスかなとか、なぜかっていうとこういう理由だから、でこれをまず覚えます。導入期はこれで、成長期はこれで、成熟期はこれで、そして衰退期はこれだと、この組み合わせに違いない、なぜかっていうとこうだからです。因果関係も自分なりに仮説を立ててこうだからと決めます。そして間違いないと自分で自分に念を押してから、それから検索します。そうすると間違ってることが明らかになります。あ、そうか、導入期はこれか、成長期はこれか、間違っているからこそインパクトが強いので覚えられるんですよね。なぜ間違っていたかっていうと、投資活動によるキャッシュフローをこのように考えていたから、このように受け取っていたから間違えたんだっていう間違えた根拠が頭に残ります。インパクトかける回数によって脳の思考プログラムができてるわけですので、あれってなんだっけって思ってすぐに検索をしてしまうとインパクトが弱すぎるんですよね。で覚えられません。例えば7つの習慣ってなんだっけと、1つ目ってなんだっけ、2つ目ってなんだっけ、ウィンウィンを考えるっていくつの習慣だっけとか、その時に検索すればすぐに分かるんですけど、仮説を立てるわけですよね。7つの習慣って最初の3つ目がこれで、最初の3つ目がこれで、最後の7つ目がこういうことだったよなと、ということはウィンウィンで考えるっていうのはどこに入るのかっていうと、おそらくこれだよなと。そうすると4つ目なのか5つ目なのか6つ目なのかなとか、こう仮説を立てることができますよね。仮説を立てて、そして自分自身で7つの習慣を1番から7番まで喋って、そしてこうに違いないと考えて検索してみると、やっぱりそうだ、もしくはあれこの順番間違えてたっていうことがわかるわけですよ。これ恥ずかしいなと、ちゃんと覚えなきゃいけないなと思うからこそ覚えられるということです。ですので繰り返しますけれども、横山が他の人よりも優れていると思っていることは何かっていうと、何かわからないことがあった時にそれを覚えることが多分早いんじゃないかなと思うんですね。いろんなセミナーをやって YouTube ライブをやっていろんな人に質問するわけですけども、それって覚えればいいだけじゃんって思うことっていっぱいあるわけですよ。これってどうなってるんですか、これをやるためにはどうすればいいんですか、いやそれってこういう本読めばわかるし、でおそらくこういうセミナー参加すればわかるし、で実際に過去に参加したことがあると思うんですよと、思い出そうと思ったら思い出せますよねと、実際にそのことについてお伝えすると、そういえばそうですねとか、確かにそうですねとか、前に聞いたことありますという返事が返ってくるんですよ。ということは覚えていないだけですよねという話です。
人よりもきちんと覚えることは覚える。これをするだけで随分と自分の能力が上がってくると思うし、確実に自分が希望する成果も手に入ると思います。皆さんぜひ覚えるだけ、慣れるだけ、もしくは覚えてないだけ、慣れてないだけ、この言葉を自分自身に問いかけて過ごしてほしいなというふうに思います。私自身もそうやっていきます。それでは今回の音声はこれで終了です。ありがとうございました。